はい、ということで今日の夕食、これ美味しい。あ、よかったね、うん、味付いてる。はい、きゅうりとみょうが薄切りやって、みょうが6本、いや、5本やって、だからみそ汁作るわ。作らん。あ、作らんの。みっちゃんあるもんか。味噌汁は毎日飲みたいけどね。うん、作ってもいい。味噌あるき作ろうや、せっかく作った。一緒に入れて構わない。あるき構わない。そうそう。白ナスはね、紫外線から身を守る色素がないので、皮が白くて分厚いらしいで。しとった？これ油先？切ってよ。油先やっとくね。うん。おいしそうな、さや感じ。それ切っただけやのに。なんで美味しそうに。もったいないね。うん。はい。よし。違うなしよった。うん、一つだけとりあえず。一口大に切ると。こんな感じ？こんな感じで乱切り。まあ一口大に切らんと、それそんな口に入るから一口じゃなくて。これは揚げたらええか。そう。素揚げする。一つだけね。うん、いいね、エロどのぐらいから、そんなこと書いてない、 目で見てええ感じで、すごいええね、なんか敷いたらええかも、はい、ええですね、ほんで、いや、ほんで白ごまと簡単酢と一緒に全部あえるだけ。熱い方が損。寒いのはなんぼでも切れるのに、熱いの脱げんもん。それやったらね、入れるやん、もう。うん、これぐらいにしようか。これでも食べるが、それであえてよ。よくやろ、わからん、どれぐらい振るか。まあ、一品できたやん。できた。んで、うん、次は？はい、それ置いちょって。はい。輪切りにして、切り込みを入れて、切り込みを入れるんやって。ずーっと、軽くで。そうそうそう。そう、両面に軽く切り目を入れてくんやって。だいぶ減ったき、よかった。気になっちゃった、もうこれ、痛むが思いよったけど。中火から弱火やって、多分、うん、生で食べれるんがやん、じゃあそうしや、多分いいと思う、はい、生で食べられるもんやったらいかんけど、うん、熱い、さあこれでいいか、めまいがしてきた、なんで熱すぎて、なんだかんなりなさいや、熱い、ほんここ開けたらええわ、もうええんじゃないけど、これはもうええ、ほら、そう、お皿に、お皿に乗せてって、それ折って乗せたらええよ、それデコになりすぎやろ、そう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 、そうやってやったら綺麗じゃない、そう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 、そうだ、こっちで取るような、そんな一番遠くにある、全然見えん、手で、はい、これが分けるの一つずつは多すぎるやつやな、こう、そう、これを上に乗せるわ、そうそう、それで乗せたらいいわよ、それを、玉ねぎ、安丸だしね、はい、
みょうが。何しようかね。うん。お味噌だけも入れて。うん。カビが生えちゃうね。上の方だけやろ。生えてない部分を取ったらいいと思った。多めがいいと思う。しっかり溶かしよう。よし。全体へ。全体によ、そう。かけすぎやろ。ものすごい出たでこれ。じゃあいや真ん中かかってない。はい、でこれで食べたらいいと思う。はいはい。今日の夕食、白ナスのスワエと、はい、じゃーん、白ナスの生ハムのせと、これ味噌汁ね、作ったやつ、これでいただきましょう。食べてみようか。これ美味しい。よかったね、うん、味付いてる。おいしい、うん、味が移るわ、うん、おいしい。味噌汁はどう？その自分で作った味噌。おいしい、よかった。よかったね。白ナスの生ハムのせ、これいただきます。オリーブオイルと黒胡椒が合うね。このクリームチーズのせを食べてみる。クリームチーズ乗ったら美味しい。これお店の味。白ナスのこの素揚げいただきます。素が効いて美味しい。じゃあこの味噌汁どうでしょうね。まあ、だしと味噌の優しい味で、このみょうがが効いてるのはまた美味しいね。おばあちゃん、これは好き。うん、これ、どれ。あ、よかったね。うん、やっぱり手作り味噌美味しいね。うん、うまい。はい、じゃあ今日はばあちゃん、どうでしたか？美味しかったね。感想、うん、どっちが美味しかった？白ナスは。え、白ナスはどっちが美味しかった？いや、こっちが好き。素揚げの方。あ、素揚げか。うんうん。味噌は？お味噌上等っていうの。はい、わかりました。ほんで、小さい器入れて、冷蔵庫入れて、うん、はい。